州道が双子都市のバージニア州側とテネシー州側を分けている。フランクリンはアメリカ合衆国バージニア州南西部に位置する独立市である。ワシントン郡、テネシー州のブリストル市、サリバン郡に接している。2010年国勢調査での人口は17,835人だった。市内メインストリートの中央がテネシー州との宗教となっており。 テネシー州のブリストル市と双子都市になっている。アメリカ合衆国商務省経済分析局は統計上の目的でブリストル市とワシントン郡を一つにしている。テネシー州のキングスポート市、ブリストル市、このバージニア州ブリストル市で作る大都市圏の主要都市であり、またさらに大きなジョンソンシティキングスポートブリストル広域都市圏、通常、 トリシティーズ地域と呼ばれるものにも属している。ブリストル市は当初グッドソンと名付けられていたが、1890年にイングランドのブリストルにちなんで改名された。ブリストルは北緯36度36分成形82度11分、北緯36.600度成形82.183度、36.600-82.183に位置している。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は13.2平方マイル、このうち陸地は12.9平方マイル、水面は0.3平方マイルで、水域率は2.05%である。市内を週間高速道路81号線、アメリカ国道58号線、アメリカ国道421号線、アメリカ国道11号線が通っている。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ブリストル市は比較的小さな都市だが国内でも先進的なブロードバンドネットワークが整備されている。ブリストルバージニアユーティリティズが1990年代後半に市内に光ファーバーケーブル付設の計画を始めた。2001年までに契約者全個へ付設する計画について ブリストル市政委員会から承認された。この計画は、地元供給業者との競合になり、ブロードバンドインターネット、ケーブルテレビ、電話の機能を住民に提供するものだった。国内でも早期の計画となり、通信産業から広く注目を集めた。パッシブ光ネットワークと呼ばれるシステムが、2年間で6000個以上の顧客に張り巡らされた。今日でもブリストル市は、 かなりの顧客をつなぐことで国内でも数少ない光ファイバー網を維持している。双子都市であるテネシー州ブリストル市も宗教を超えて類似した光ファイバー網を採用している。ブリストル市の2001年包括的財政報告書によれば市内主要雇用主は以下の通りとなっている。百九十八年アメリカ合衆国議会が成立させた決議によりブリストル市は カントリーミュージックの誕生地と認められている。市民はカントリーミュージック初期の発展に貢献してきた。1927年、ビクターレコードのラルフ・ピアがブリストル市で地元音楽家の音楽録音を始め、地域の伝統的な民衆音楽を残そうとした。演奏家の中にはカーターファミリーがいた。1927年7月31日、 まだ放課期にあったレコード業界で新しいタレントを求めていたプロデューサーのラルフ・ピアの前に AP カーターとその家族がバージニア州メイシーズからテネシー州ブリストル市に旅してオーディションを受けたのがカーターファミリーの始まりだった彼らは一曲録音するごとに50ベドルを得た1994年以降カントリーミュージックの誕生地同盟がこの音楽ジャンルについて 地域の歴史とそのジャンル創設に果たした役割を学ぶための目的地としてブリストル市を宣伝した。この同盟は文化遺産会館の新しい建物で組織化され地域のカントリーミュージックの歴史について大衆の教育に貢献している。2007年と2008年ブリストル市は音楽教育のための最善の町百欠に選ばれた。市内には アパラチアンリーグに属する野球チームのブリストルパイレーツがある。ナスカーのドライバーだったケリーデントンはブリストル市の出身である。テネシー州側のブリストル市にはブリストルモータースピードウェイがある。世界最速のハンマイルと呼ばれ、ナスカースプリントカップのレースを年2回、ナスカーネーションワイドシリーズのレースを年2回、キャンピングワールドトラックシリーズのレースを年1回、 など様々なレースを開催している。この施設にはエンジンの騒音が丘にこだまして監修に聞こえることからサンダーバレーとも呼ばれるブリストルドラッグウェイがある。市内で発行される新聞はブリストルヘラルドクーリエがある。テレビ局は全国系列のねが3つある。ラジオは FM 局が7つ、A、AM 局が3つ放送を流している。ありがとうございます。